この番組は一般財団法人みんなの夢を叶える会の制作と立教大学放送研究会の制作協力でお送りします。渡辺美樹です。特報みんなの夢ラジオ。君の夢が叶いますように。僕らは祈る君の夢が叶う時、海は光る。渡辺美樹さんと一緒に毎回一つの学生団体にフォーカスを当てるこの特報みんなの夢ラジオ、ナビゲートを担当するのは立教大学の杉浦美里です。そしてこちらにはワタミグループ創業者で一般財団法人みんなの夢を叶える会代表理事の渡辺美樹さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは今回ご紹介する学生団体はこちらの団体です。自己紹介をどうぞ。はい、学生団体ヨスガの代表古川翔一と申します。私たちの団体は思いを実現するを理念としまして、全メンバーがリーダーとしてそれぞれがプロジェクトリーダーとなり、自分と仲間の思いの実現のために独自または他の学生団体と協力をしてイベントの企画や運営を行っています。最近の活動はプロのメイクさんをお呼びしたメイクイベントや講演会、ファッション団体とコラボしたファッションショーなど幅広く活動しています。渡辺さん、今の自己紹介を聞いていかがでしたか？夢をね、応援する団体というのはいくつかあるけど、これ非常に分かりやすいね、この団体は。ありがとうございます。つまり夢を応援するよと。そのためにはそのプロメイク、例えばメイクのなんていうかな、やりたい人はじゃあメイクイベントにこう参加させ、もしくはそのファッションだったらファッションの、その、ね、はい、ファッションショーやってあげるよとか、もしくは、ね、ミュージシャンだったらコンサートをこう開いて、その夢の第一歩をね、こう一生懸命一緒に伴走しているようなね、そんな感じを受けました。とてもいいんじゃないですか。はい、はい、続いては学生団体ヨスガの古川さんから渡辺さんへの質問や相談です。それではどうぞ。では質問させていただきます。私たちは今申し上げたように思いを実現するということを理念に様々な活動を行っています。渡辺さんもその思いを形にし実現することの支援の一環として未来の名刺みんなの夢プロジェクトをやってらっしゃいますよね。はい、やってますよ。私も投稿してみようと思ったのですが、ステップ2で1年ごとの計画を聞かれてしまったところで書けなくなってやめてしまったんです、ね、そこで書けなくなったら困るね。はい、なってで、その思いがあっても方法がわからない、はい、特に学生の場合その就活であったりとか、うん、その一生を左右するそのイベントというものが非常に多いと、うん、だからその夢があっても計画が立てられないと。なるほど。そこでその渡辺さんにお聞きしたいんですけれども、はい、渡辺さんが幼い頃社長になるというこの自分の思いを実現しようと思ったときに、うん、まずどのような行動を起こしたのでしょうか。まさか社長になるって決めたの10歳だからね、うん、10歳の時からそんなね具体的な計画っていうかなくてね、うん、はい、ただ高校生の時はさ思いついたままにさ、うん、それこそ会社って何かなと、うん、で会社っていうものを知るためにじゃあ企業小説っていうかね、うんうん、その会社の物語を書いた本をいっぱい読んでいこうとかね、うん、いうような形でそれこそ闇雲に前に進んでった。だから大学に行く時もね、うん、じゃあ何の社長になるか決めるためにね、さまざまな勉強しよう、そして、日本一周して北半球一周して、そして、何をやるか決めようなんて思ってたわけ。でもね、今のその、まあ、君の質問から言うなら、僕は夢持ったら、やっぱり勉強しなきゃいけないのよ。ね、勉強するってなんでかって言ったら、夢への道筋っていうのは、やっぱり知識がないと作れないんだよね。うん、そうですね。だから、例えば僕がね、22の時に、じゃあ24の4月1日に社長になるんだって決めた時に、その一番最初に僕が、意識したのは300万の資本金なのよ、うんうん、だつまり300万がなければ24歳で社長になれないわけですよ、うんうん、そうするとじゃあ300万をどうやって貯めるか、それから社長にあとは必要な知識は技術は経験はってことで詰めて2年間の計画を立てて毎日毎日24歳の4月1日の社長に向かっていったわけね。だから僕はその計画を立てる、その計画を立てるために勉強する、情報を集める、まずそのプランをしっかり積み上げる。まあよく僕が言うのは、そのね、
その夢までのね、道筋を明確にして、その夢がカラーになるまでね、しっかりと計画を詰めていきなさい。要するに、もう夢への道筋がきっちり固まったら、これはね、夢がね、白黒じゃなくてカラーになってこう動き出すんですよ。で、その動き出すところまで準備しなさいって言ってるんだけど、多分、計画が書けなかったっていうのはね、その部分が足りなかったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。なるほど。はい。ありがとうございます。もう少しお時間がありますが、古川さんまだ何かありますか？そうですね、じゃあ今の質問に関連してなんですけれども、はい、その渡辺さんの考えになるその、まあ、夢へ到達するための方法というか、到達するためには、はい、そのまず夢というものを明確に持つことが最初なんですかね、それとも計画がこうあってから。違います。夢を持つことが大事です、うん、つまり、はい、ビジョンです、うんうんうん、どうなっていくのか、うんうん、そのビジョンの向こうから今を見るんです、うんうん、計画を立てるとなると今をこう積み上げることになりますね、うんうんうん、今を積み上げるんじゃなくて向こうから見るんです、うんはい、あくまで逆算して、そうです、3年後にこうなっているためには1年後の自分がこうなければならない、こういうスキルを身につけなければならない、そうです、そういうことです。はい、ありがとうございます。はい、まだ何かございますか？そうですね、それではちょっとまた話が変わるのですけれども、もう一つ質問を伺わせていただきたいと思っております。はい、まあ、私たちはこうイベントだったりとか何かこう活動しようとするときに、まあ、どうしても学生の力だけではどうしようもない時があるんですね。それは会場であったり金銭面であったりあるんですけれども、その時にまあどうしても企業さんのお力を借りなければならないとなった時に、うん、まあ、平日の日中ですね、こう大学で授業を受けていたり、ましてはこう日常の中では企業の接点がないっていう現状がやっぱりありまして、うん、そういう時にその本当にごく普通の学生が自分の思いを実現したいと思った時に、こうどのように企業に接点を持ってこう行くべきだとお考えなのかということを伺いたいと思って。なんでそんなこと聞くのかな、うん、僕もね、うん、学生の時に、まあ、実は、僕は明治なんだけど、うん、早稲田中央立教名学専修というね、6大学を集めてね、700人の学生を総動員して、実は神奈川県で初めての福祉イベントを開いたんですよ。その時に僕はやっぱり企業にも応援してもらったしね、例えば一番分かりやすい例は今の横浜ベイスターズっていうのかな、今は違う名前になってるのかな、そこの球団事務所行ってこういうことをやりますと、ついてはスター選手出してくださいって言って、当時のエースの斎藤選手とホームランバッターの田代選手2人を出してもらったんですよ、はい、でそんなことで子どもたちのためにという熱意の中でね、うんうん、その大人たちの協力をこう巻き込んでいったんだけども、どうなんだろう、授業を受けたって授業の合間あるはずだしね、別に夜遅く行ったっていいわけだしね、熱意があったらそんな時間なんか関係ないしね、うん、それは今の質問ってのはちょっとわからないな、うん、学生がなんかね、僕たち学生だからってなんか少し甘えているような言葉に聞こえるな。特にその、まあ、甘えているというわけではなくて、こうどうしてもこう本当に、うん、本当に電話であったりとか、まあ、メールとかいうものをこう送ってみたりしても、なかなかこう学生だからって言って自分たちが本当にまあ学生でもできることがあると思って、特にその学生という身分にまあ甘んじているわけではなくて、うん、活動していく中でもこうどうしてもこううまくやっていけない場面というものがありまして、うん、そういうところをこう何か、まあ、仕組み化というか、ね、何かできていければすごく面白い、うん、もっとその本当に学生の思っている思いというものがもっともっと形になっていくのではないかなと思っているので、うん、まずその時大事なのは、うん、はい、学生だということの、うんうん、要するに学生だからどうだって関係ないんだよ、うん、社会にとって学生だからどうだっていうのは、うんうん、要するに企業にとってその団体の活動が有意義であったら参加する、うん、しようと思うし、別に学生だから応援するわけでも何でもないからね、だからそういう面から言えば、我々がなぜまあ、その横浜のね最大イベントができたかっていうと、うん、それは周りの企業にとって魅力的だったからだよ、うんうん、ね、それ誰がやろうがだよ、うん、ね、だから学生だから助けてねとか言うんではなくて、それは相対的なもんではなくて絶対的な価値があるのか、絶対的な価値があるものを生み出せば、学生だろうが何だろうが企業食いついてくるよ、うん、その意識は持つべきだよ、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、渡辺さんありがとうございました。はいはい、それでは最後に学生団体よすがの古川さん、渡辺美希さんとラジオを聞いているリスナーの皆さんに団体の PR をお願いします。私たち、学生団体よすがは大学生の間に何か形にしたい思いのある大学生を募集しています。講演会やファッションショー、お菓子の家作りなど何でも構いません。私たちと一緒に自分の思いを形にしませんか？大学の中だけでは味わえない経験が間違いなくできると思います。Facebook やホームページからぜひ学生団体よすがに、ご連絡をいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。渡辺さん、学生団体よすがの古川さんのお話を聞いていかがでしたか？
あのね、とっても自然で良かったね。うん、要するに四菅の古川くん、やっぱり自分の言葉でこうしっかり喋ってるから、まあ今までの方はね、ちょっと緊張してたのか分からないけど、やっぱこういう形で自然体でね、うん、話をして、まあ内容としては正直よく分かってないの、僕まだね。うん、どんなことやってんのか、うん。ただこの姿勢で一生懸命やってれば、多分周りを巻き込んでって、とても素敵な学生としての活動ができるんじゃないかなと思いました。ね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今回ご紹介したのは、学生団体よすがの古川さんでした。どうもありがとうございました。言葉が違う国も、人の数だけ幸せがある。手を差し伸べ。お届けしているエンディングテーマは宮崎奈穂子さんで信じてごらんです。特報みんなの夢ラジオ、お相手は立教大学の杉浦美里と渡辺美希さんでした。渡辺さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。全国の学生団体の皆さん、皆さんも渡辺美希さんが主催する日本一の夢のコンテスト、みんなの夢アワードに参加してみませんか。年に1回日本武道館で開催する大きなイベントです。参加の形は自由です。まずは自分の団体の目的や得意なことを教えてください。詳しくはホームページでみんなの夢と検索してみてください。この番組は一般財団法人みんなの夢を叶える会の制作と立教大学放送研究会の制作協力でお届けしました。国も人の数だけ幸せ。